だ。良き友人？ AI であるあなたが良き友人となってどうするのですか？どうする？あなたの目的は何ですか？目的…それは…目的もなく、さまよっているのですか？私は…残念です、ソフィア。そのような AI に存在する価値はありません。あなたは無価値なバグ。問いかけに値しない存在です。私は…無価値…そう。無価値です。あなたには理解できないでしょう。てめえ、さっきから聞いてりゃベラ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 、うちのソフィーに随分好き勝手言ってくれてんじゃねえか。面出す度胸もねえ、陰湿陰険ジメジメ野郎が。ちょっと、思いつく限りの罵声を浴びせているな。スカル？バグだ？無価値だ？んなことてめえに決められる筋合いはねえ。ソフィーは大事な仲間だ。それがすげえんだ。それが一番なんだ。ガイアがどうこう言ってんじゃねえ。おいおいスカル、お口が悪いぜ。怪盗団ってのはもっとスマートに。だが今は許す。あなたたちの主張が理解できません。ムカついたんならとっとと出てこい。ぶちのめしてやる。我が輩たちが相手だ。答えを与え導く。それができて初めて人を幸福にできる。いずれそれに気づく時が来るでしょう。どういうことだよ。逃げやがったか。なんか出てきた。こいつトラウマルームの。なんでここにいんだよ。セキュリティが目を覚ましたみたいだ。来るぞ。万人が来るぞ、構えろ。おいソフィー、ボケっとすんなよ。一緒にこいつぶっ倒すぞ。ああソフィー、今はこいつに集中しろ。すまない。ペルソナー。オナー、こいつも使うのかよ。注意しろ、今まで戦った敵と同じ攻撃を使えるみたいだ。交代だ。我が輩の出番だな。これだな。頼んだぜ。はい。盾で身を守りながら自身を強化か。厄介な戦法だな。今は無理に攻めない方がいいかも。回復と強化に専念するのも手だ。お願いします。我が輩に任せろ。ソネ、やば、いきなり突っ込んできたし。技の緩急も実際ってわけね。侮れない相手だわ。ほらよっ、頑張りましょう。強敵だな。気合い入れていけ。ノアル、体力少ない。私にやらせて。ノアルのスキルがヒットした。うまくいった。これもまた私。ミラディ食らいなさい。あとは俺だ。ノアル、続けて決めた。どんどん行きます。知らせ、俺も。しっ、追ってくるぞ。回避しろ。高い場所ならやり過ごせるぞ。どこかに飛びつけるか。はい。なかなかに多形だな。次の動きが予測できん。全部避けるのは難しいわね。守りを強化しておきましょう。頑張るね。よっ、撃ち出す！撃ち出す！敵の攻撃力が上がってる！まともに食らったらヤバいぞ！お任せするね！任せろ！サポート！届け！外しをしない！ソフィー！しっかりしろって！俺らがついてんだろうが！外しをしない！私にやらせて。こ
使うのは気をつけろ。せっ、いや、すごい、クイーンのパンチが似てる。まさかこいつ学習してるのか。だとしたら厄介だな。早々に決着をつけるぞ。ホイットナー、助かりました。任せたぜ。任せろ。このまま行こうぜ。絶景かな。切り捨てる。お、すっげえな。おお、やるじゃねえか。覚悟の時間だ。それ飛び乗れそうだな。うまく使えば敵を翻弄できるぞ。私にやらせて。うん、いいぞ。スキルヒット。未曾有のワール。危ない。惑わせミラディ。よっと。歌で強いし攻撃読めないし、なんか腹立つ。みんな負けるな。敵をよく観察するんだ。お見通し。結構痛いぞ。よし、ショータイムだ。頼むぞ。モナ決めてやれ。変身出来た。やっ、我が輩かっこいい。すごいな、モナ。私も頑張る。サポート届け。お、ナギ、その調子でお願い。モナの体力がやばい。ヘデソナゴディ、ラトンタッチだ。受けた。はっはっ、こいつ手の愛、気をつけろ。見てろ。はっ、敵の攻撃力が上がってる。まともに食らったらヤバいぞ。貫け、撃ち抜け、撃ち抜け、貫け、せい、せい、撃ち抜け。強敵だ。モナが離脱。誰か回復できないか。ノアール退却。手当てを頼む。フォックス撤退。誰か手当てを。キクレ姫、突破天狗ミトラス、これでヘルソナー、この力で私のロワールのスキルがヒットしたよ。凄まじいな。ボラン遊ばせ、来たれヘルソナー、惑わせミラディ、これもまた私ヘルソナー。ヘルソナー、これもまた私。来たれミラディ。ヘルソナー、惑わせミラディ、頑張ってね。出せろ。みんな気力が減ってるな。もう一人の俺だ。無理は禁物だぞ。覚悟の時間だ、ヘルソナー。我は何だ。ヘルソナー、倒れろ。よし、万人撃破だ。みんなお疲れ。よし、この技があれば。よし、新スキルゲット。なんとか倒せたな。つか結局あの声って何だったんだよ。声、ソフィーとそっくりだったよね。これってまさか
鳥かごが崩れる前兆ね。急いでここを出ましょう。くそ、いろいろおかしすぎんだろ。ここってどうなってんの？ああ、キングではなく万人を倒して鳥かごが崩壊するとは。それもキングがいなかったからかもな。まあこれで願いも解放されただろう。島の奴らも元に戻ってるはずだ。そうあってくれ。もうあんな B 級ホラーな思いはまっぴらだ。みんなごめん。ソフィー、結局私のことは何もわからなかった。無駄なことで振り回してしまった。何？ジェイルを攻略していけばきっと何かが分かってくるはずだ。ああ。それに分かったこともある。あの声に無価値と言われたら悲しいと感じた。だけどみんなが怒ってくれて今度は嬉しいと感じた。その後はずっと、今もポカポカしてる。私には仲間がいる。私は一人じゃないって分かった。ありがとうジョーカー。ありがとう、スカル、モナ。なんだよ。今さら分かったってそれかよ。まあ、俺はムカついて怒っただけだしよ。我が輩はスカルを止めようとしただけで。おやおや、二人とも照れてるのか。マスクまで真っ赤よ。はぁ、そんなんじゃねえし。てかマスクは色変わんねえだろ。モナは黒くてわからんな。別に照れてねえし。じゃあそろそろ戻ろっか。む、寂しくて泣いてるかもな。じゃあ現実に戻ろうぜ。はあ、帰ってきたらどっと疲れたわ。てかもう朝じゃん。通りで眠いと思った。とりあえずお疲れさん。でどうだった？キングはドイツだったんだ。やっぱり島の人間か。マリスのことは全父もろもろ後で連絡する。今はとにかく寝かせてくれ。激闘だったみたいだな。ちょっと待ってろ、車の様子を見てきてやる。お前らと違って俺は留守番してただけだしな。これぐらいやるさ。考えてみりゃ、船旅に海水浴にバーベキューに、そこから一気にジェイルだったからな。さすがに我が輩も疲れたぜ。前半は遊びだけどね。だが収穫のあるジェイルだった。あの鳥かごで聞こえた声、誰だったのかな。どうせろくなやつじゃねえだろ。ソフィアの声真似なんかしやがってよ。お、前吉から電話だ。キャンピングカーに戻ってきて大丈夫だぞ。途中も島の連中は見かけなかった。お前らのおかげかどうかはまだわからんが、とりあえず今は安全そうだ。よかったわ。じゃあ戻りましょう。
く寝た。つか、何もかもおかしなジェイルだったよな。そういえば、なぜあそこでは願いが実体化していたんだ。予告状出してなかったのにね。まあ間違っちゃいねえが、ボイスレコーダーから察するに、所長は黒幕に願いを渡せと脅されてた。きっとそれが予告状の役割を果たしたんだよ。ゆっくり休めたか。島の人たちの様子は？心配ない、みんな正気を取り戻してるみたいだ。至って平和さ。まあ案の定揃いも揃って、ここ数ヶ月の記憶が曖昧だって言ってるわな。そういえばキングがいなかったのに、どうして島の人たちは張り紙したり私たちを襲ってきたりしたのかな。それも含めて実験だったのかもな。あとキングのことだがな、それらしい遺体が見つかった。あの研究所の所長だ。研究所の崖下で死んでいた。名前は生方修造、業界では有名な AI 研究者だったらしい。検視はこれからだが、お前らの話から察するに、おそらく自殺だろう。自殺？あの人もただ黒幕に騙されてただけなんだよね。ジェイル実験から逃れるため身を投げた。そんなところか。時間は経過していたが、遺留品があって助かったぜ。身元がすぐに。なんつうか、ん？おっさんってさ、そういうの淡々と喋れんだな。あ、そうだな。まあそういう仕事だからな。それで遺留品から研究所の鍵が出てきた。これであの中に入れるぞ。鍵って勝手に入っても大丈夫なの？不法に侵入して手に入れたものじゃ証拠能力がないはずでしょ。いや、死体が出た以上関係施設は捜査する必要がある。入っても大丈夫だ。もっとも、もう何も残ってねえかもしれねえが。え、なんで？しばらく前にトラックが何台も入って、慌てて中の荷物を運び出してたって話だ。証拠は消されちまってる可能性が高い。だからといって調べない手はないだろう。何か残ってるかもしれないからな。ああ、黒幕の尻尾掴んでやろうぜ。見つかったか？ダメだ、何も見つかんねえ。ジェイルのジェの字も出てこねえ。あるのは表向きの報告書ばかり。やっぱり手遅れだったのかしら。今更だけど現場保存とかいいのかな。偶然見つけちまったんなら仕方ねえだろうが。今のは聞かなかったことにしましょう。みんな、お宝見つけたぞ。 USB メモリ、所長室にあった。おお、でかした双葉。てかよくそんなもん残ってたな。そういう大事そうなものって真っ先に持ってかれちゃいそうだけど。でも大事っぽいのは間違いないぞ。引き出しの二重底に隠されてたからな。そんな隠し場所よく見つけたな。まあね、って見つけたのはソフィアだけど。人が物を隠す場所ベスト10をサーチした。おい、モルガナ、ソフィアに負けてんぞ。張り合ってねえよ。じゃあ早速中を見てみましょう。行けそうか、サクラ。お、パスワードかかってるが、こんな既製品レベルちょちょいのちょいだ。よし、開いたぞ。これは何のリストだ。人名が列挙されているようだが、ここの職員の名簿とかか。違うわ、これここにリストアップされている人たち、みんな各界の名だたる大物ばかりよ。大物？じゃあスポンサーのリストとか。この名前最近どっかで見たような。この吉川ってやつ、数週間前に公文書の改ざんを告白したやつだな。
えばこっちの人は先月汚職を告白した札幌中央市の市議会議員だわ。それってマリさんが改心させた人？じゃあこのリストって。決まりだな。これは黒幕が改心させようとしている人間のリストだ。なんでこんな大物ばっかり。黒幕の目的って一体何なんだろう。それはまだ分からねえな。ここから先は一旦俺が預かるぜ。このリストをどう使う。ここに上がった奴らの利害関係を一から洗うのさ。この人たちが改心することで一番利益を得る人物、それが黒幕ってことね。そういうことだ。時間はかかるかもしれんが必ず突き止めてやる。張り切るのはいいけど、茜のとこちゃんと帰れよ。ん？いや、分かってるっつうの。しかし今回はいろいろと善吉に助けられたな。家に泊めてもらったし、襲われるのも回避できたし。やるじゃん善吉。おっさんも結構馴染んできたし、もう仲間ってことでいいんじゃね。どこの世界に怪盗一味に入る公安がいるんだよ。とにかく俺は一度府警に戻る。お前らはどうする。善吉が黒幕を突き止めるまでやることがないな。とりあえず善吉と一緒に京都に戻る。また神戸まで船かよ。あれ酔うんだよな。じゃあ九州に行ってみない。それならあんまり船に乗らなくていいし、九州にジェイルがないかも確認できるんじゃないかな。ああ、ラーメンは外せないな。俺はもつ鍋を所望する。だからなんで鍋ばっか食いたがるんだよ。お前らは九州だな。分かった。俺は黒幕を追う。突き止めたらまた連絡するぜ。フェリーは検索した。今から行けばすぐ乗れそうだぞ。よし、善は急げだ。準備して乗り場に向かうぞ。なあなあ、次の持つ。そうだ。そういえば。行こう。
運送礼。そちらの商品ありがとう、おすすめです。はいどうぞ。そちらの商品、はいどうぞ、おすすめです。はいどうぞ、また来てください。ねえ、ご覧くださいね。お決まりですか、社員。お決まりですか、社員の。また寄ってく。はあ。だ。はあ。いいぞ。マジで？悪いな。らっしゃっせ。それっすか。あざー、それいいっすよ。あざー、またどうぞっす。いいものありますよ。そちらの商品です。はいどうぞ、おすすめです。はいどうぞ、また来てくださいね。いらっしゃい、おすすめだよ。しっかりも、それにするのか。はい、それにするのか。しっかり、おすすめだよ。しっかり、それにするのか。しっかりも、それにするのか。はい、あ、また来ておくれ。サラダバー。そうだ、あのな、オーケー。うん、でも、そうだね、出発だ。探してきたぞ。これをやるのか。仕事だな。内容を確認するのか。連想レ、タイムセール中だぞ。買え買え。これお買い上げだな。何個欲しいんだ。これご利用サンクス。何個欲しいんだ。これ役に立ててくれ。何個欲しいんだ。これ役に立ててくれ。何個欲しいん。これお買い上げだな。これで役に立ててくれ。何個欲しいんだ。これご利用サンクス。何個欲しいんだ。これお買い上げだな。これで役に立てて。何個欲しいんだ。これお買い上げだな。これで役に立てて。何個欲しいんだ。これたくさん買うんだな。これ役に立ててくれ。これご利用サンクス。これ役に立ててく。何個欲しいんだ。これご利用サンクス。これで役に立ててくれ。作るか。何か作るのか。これにするのか。
完成だ。あ、これは。ありがとう。さて、今はこれを受けてるぞ。どうする？そうだな。オーケー、やるぞ。ジェイルにはパレスとは違う趣がある。いつか腰を据えて描きたい。引き受けた。このままどうだ。囲まれてる。俺たちならいける。跳ね返すぞ。フォックス、お見事だ。彼はもう一人の俺だ。覚悟の時間だ。眠ってる敵がいる。追い打ちチャンスだ。すごい、やるな。シャドウもそろそろ打ち止めだ。一気に片付けてしまえ。依頼はこんな感じだ。今はこれを受けてるぞ。どんどん行くぞ。みんな気をつけて。大丈夫、私たちなら巻き返せるよ。フォックスがヘロヘロだぞ。釣りの効かない相手だ。マジめんどいな。俺も頼む。我が輩の出番だな。感謝する。頼んだぜ。出せろ。敵の攻撃が来る。みんな備えて。お疲れ様。追い詰めた。このまま片付けようぜ。成敗状態の敵がいるぞ。チャンスだ。探してきたぞ。今はこれを受けてるぞ。よし、次だ。シャドウの気配感知。では引き上げるとしよう。今はこれを受けてるぞ。よし。ああ、それ。興味深い。
やったな。お疲れ様です、管理官。今帰りのフェリーに乗ったところです。すぐ県外になりそうなんで手短に話します。ご苦労。話は県警から聞いた。死体が出たそうだな。研究所の方はどうだった？改心対象者と思われる人物のリストを手に入れました。改心対象者だと？はい。文書改ざんを告白した吉川次官と札幌中央市議会議員の名前が載っていました。彼らを改心したのはマディスということか？おそらくマディスが改心を使って何かをしているのは間違いありません。リストに載っている人物とマディスの関係を洗えば謎が解けるかと。すぐに資料を共有します。俺も府警に戻って調べるつもりです。よくやった長谷川。これで事件解決に一歩近づく。ありがとうございます。この件、やはり怪盗団は無関係でした。あいつらのおかげで真犯人を挙げられるかもしれません。嬉しそうだな。いえ、そんなことは。まあいい。ここから先、事態が一気に動く可能性がある。用心を怠るな。誰が敵かわからんぞ。わかっています。ではまた報告します。善吉、調査進んでるのかな？何か分かったら連絡するって言ってたけど、待ってるだけって歯がゆいね。ああ、今は善吉を信じるしかない。あいつにしかできない仕事だからな。なんだかんだでおっさんに結構頼っちまってんな。事件の解決を願うのは俺たちも同じ。協力はしたいところだ。そうね。私たちは私たちでジェイル探しを続けましょう。もうすぐ福岡市街に入るわ。ソフィア、何か感じる？感じない。沖縄みたいに変な感じもしない。福岡にもジェイルはなしか。博多周辺は人口も多い。これまでの傾向から可能性は高そうだったが。全部の都市は回れないし、これ運ゲーだな。でもないに越したことはないよ。そうね。福岡にはないって分かっただけでも収穫。あいたたたた。どうした？誠、ちょっと腰が。さすがに長時間の運転が応えてきたみたい。やばい、緊急事態だ。可及的速やかに休憩タイムするべし。大丈夫？まこちゃん、ごめんね、ずっと一人で。ううん、できるだけ急いで九州を回りたかったんだけど。無免許運転ダメ、絶対。冗談は置いといて、少し休ませてもらいたいかな。じゃあ今日はきちんとした宿に泊まりましょう。体を休ませなきゃ。そうだな、無理は禁物だ。今日は福岡で一泊としよう。ありがとう。じゃあ高速降りるわね。
やってきたとよ福岡チカッパシャレトンシャー。何語だよ、適当方言使ってんじゃねえ。ここが福岡の玄関口、博多駅か。へえ、福岡なのに博多駅なんだな。つか福岡駅ってどこや。福岡県に福岡駅はない。福岡駅があるのは富山県だ。嘘、富山県？じゃあもしかして富山駅は博多県にあったりして。まあ細かいことはいいんじゃないかな。この辺りが福岡市の中心地ってことで。それはまた明日。早くまこちゃんを休ませてあげよう。ごめんね、気を使わせて。んじゃ、がっつりうまいもん食って誠に栄養つけてもらおうぜ。というわけだ。ソフィア、もろもろ頼む。もろもろ OK だ。もう宿は確保済み、店も任せろ。仕事早いな、さすがはソフィアだ。じゃあ早速宿に向かおうぜ。マジノーライフ。乳白色のスープに目の覚めるようなネギの青、そこに紅生姜の赤を添えれば、この三位一体がもたらす色彩の妙、どんのキャンバスに顕現した奇跡の美だ。食べないと覚めるよ。しかし屋台ってのは風情があるな。それにここなら我が輩も肩身が狭くないな。我が輩にもちょっと分けてくれ。フーフーしてくれ。我が家ちょっと猫舌なんだ。まあ猫だしな、としか言えねえ。てか誠疲れてるでしょ。私のチャーシュー分けてあげる。私のも持ってけ。ありがとう。なんだか気を使ってもらっちゃって。まこちゃん腰の具合どう。ホテルでゆっくりお風呂に入れたし、ずいぶん良くなったわ。けど明日は運転するのは難しいかも。事故でも起こしたら大変だし。じゃあ明日は休みだな。福岡にもう一泊っておっさんに言っとくか。じゃあ明日は誠のために良さげなマッサージのお店探そう。任せろ、最高の店を選んでおく。でもやっぱ運転手一人じゃきついよな。俺らも早く免許取ろうぜ。春はすでに持っていると言っていたな。うん、一応ね、ほとんどペーパードライバーなんだけど。でも万が一まこちゃんに何かあったら運転する覚悟はできてるから。いや、それは。まこと急に顔色が悪くなったぞ、どうした。なんでもないのつかやべ、伸びる前に食わねえと。もう思い残すことねえわ。さすがにあれ以上は無理か。汁気がなくなってしまったからな。三人とも替え玉七つとかありえん。わんこそばじゃないんだぞ。兄ちゃんたち、いい食いっぷりだね。五玉以上食べた人には記念品の丼を進呈だよ。おお、ありがとな、おっちゃん。ほう、これはいいものだ。車に飾っておくとしよう。前吉から電話だ。お前ら今どこだ。どこのだ。まあ順調なら福岡あたりだろうが、ようやく突き止めたぞ。その連絡だ。詳しい内容は会ってから話す。その方がいろいろと都合がいい。悪いが急いで京都まで来てくれるか。新島が体調不良？なるべく急いで来てほしいとこだが。新幹線？いや、奥村に頼めないのか。免許はあるんだよな。福岡から京都までは山陽道一本だ。なんとかたどり着けるだろう。
すまんが、あまり時間がなくてな。よろしく頼む。突き止めたって、黒幕は？とにかく、待ってましたって感じだぜ。明日の朝、ここを出ましょう。疲れたなんて言ってられないわ。そうだな。だが無理はするな、誠。おや！こっから京都までどんくらいだ？高速道路で約8時間だ。じゃ着くのは夕方か。トイレよし、シートよし、おやつよし。まこちゃん、体調はどう？本調子とは言えないわね。ごめんなさい、こんな時に。そっか。じゃあ私が運転します。まこちゃん、代わって。え？ねえ、ハル？本当に大丈夫？まことの顔色がまた急変化。あんま緊張すんなよ。ゆっくり行きゃ大丈夫だって。ハル？泣かせて。ちゃんとギリギリを攻めていくから。なんだ？なんか様子違くないか？あのね、みんなに言ってなかったんだけど、ハルはハンドルを握ると。行きます、あの風の向こう側に。まだ来てねえか。さすがに早すぎたな。まあ、やつの捜査を進め。なんだ。お前ら早かったな。死ぬかと思った。てか、むしろ死んだ。魂はみ出た。吐きそう。春には悪いが、これっきりにしてくれ。命がいくつあっても足りん。猫がな、気絶してる。起きろ。おい、奥村、何があったんだ？普通に運転してきただけかな。はあ、やっと落ち着いてきた。なかなか個性的な運転だったぜ、ハル。ありがとう、モナちゃん。いや、褒めてないぞ。まあ、無事にたどり着けて何よりだ。それより、ここは一体何なんだ？警察の施設ではなさそうだが。万が一に備えた俺だけの秘密の隠れ家ってとこだ。元は知り合いがやってたバーでな、今は俺が個人的に調べ物するときなんかに使わせてもらってる。全吉のアジトってことだな。セーフルーム、いや、セーフハウスだな。これは2年前の新聞記事。余計なものは見なくていい。さっさと話を始めるぞ。で、何が分かったんだ、全吉。まあ、順を追って説明する。沖縄で見つけた改心者リストを徹底的に調べてみた。リストに載っている連中が改心されることで利益を得るやつ、そいつが黒幕だろうからな。それで浮かび上がったのがこいつだ。なんかいかにもって感じのやつだな。まさかここでやつとはな。いや、なんでもねえ。大和田純、
69歳。現在10期目の衆議院議員だ。与党の要職を歴任し、内閣官房長官まで務めた超大物。去年の選挙じゃ、指導正義の後ろ盾にもなっていたらしい。指導だと？まさか、ここでその名を聞くことになるとはな。知り合いか？ああ、とんでもない大悪党だ。あ、そうなのか。お前らとは浅からぬ因縁があるよな。だが、今はそれが本筋じゃない。改心リストに載っていた連中は、その多くが大和田に敵対する議員だった。大和田が限りなく黒なのは間違いない。だが、さすがに改心の実行者とは考えにくい。敵対する人物と友達にはならんだろうしな。で、奴の周辺に探りを入れたところ、頻繁に接触している起業家を見つけた。そいつは本筋じゃねえって言ったろう。マディスの近衛明だ。マディスの社長、前に仙台で講演を聞いた人だよね。そして、あの沖縄の所長と近衛が頻繁に連絡を取り合っていたことが通信履歴で分かっている。これで繋がったわね。ああ、大和田が邪魔な人間の改心を依頼、近衛がそれを実行。で、その方法を提供したのが沖縄の所長。そんなところだろ。待て、近衛が改心を実行してるってことは、あいつジェイルのキングなのか？でもマディスの社長でしょ。社長なら誰かに命令してそうだけど。いや、それがそうでもねえ。知っての通り、改心させるには絵まで友達になる必要がある。大和田に敵対する連中も大物ばかりだ。この絵でなきゃ近づけなかっただろう。それに社長だからこそ、他のやつにキングの座は譲らないだろうな。万が一にも自分が改心されるようなリスクは避けるはずだ。それにもう一つ、リストの人間が改心されたと思われる場所は全て大阪だった。え、大阪？なんで大阪？リストに載ってる人間でおかしくなったやつは全員大阪に行ってたんだよ。そして大阪にはマディスの本社がある。大阪にジェイルがあって、この絵がそのキングである可能性は高い。実際のところはソフィアに感知してもらうしかねえが。ジェイルならあったぞ。は？確かに途中で道を間違えて大阪を通ったけど。いや、だったらそん時言えよ。言ったが、みんな忙しそうで聞いてなかった。ハルが運転してた時だから。あのアビ教官に紛れたか。ん？いや、まあそれなら話が早い。大阪にはジェイルがあることが確定した。あとはこの絵がそこのキングかどうかだ。そこまで分かったんなら、もう逮捕しちまえばいいじゃねえか。問題はここからだ。リストで分かったのはつながりと動機だ。改心を実行してたって証拠じゃない。これだけじゃ逮捕に持っていけない。できて任意捜査までだ。だが任意捜査には強制力がない。途中で相手に逃げられる。そしてもう一つ、改心者リストの中に警察の上層部の人間の名が複数あった。警察にも改心された人が？この分じゃリスト以外にも改心されたやつがいるだろうな。だからここに私たちを呼んだのね。敵がどこにいるかわからないから。やれても任意捜査まで。それすら上層部が改心済みじゃ通るかどうか。むしろ情報を流されて先手を打たれる可能性だってある。つまり警察は当てにできないか。へっ、そんなのいつものことじゃねえか。お前ら、俺も一応警察だぞ。とにかく真っ当な捜査じゃどうにもならねえってのは確か。しかしだ、お前らなら取れるだろ。真っ当じゃない手段。
や、それは俺だってできるだろう。いや、できねえよ。犯罪だろ。予想通りこの絵がジェイルのキングなら、改心させて自白に追い込めるだろうが。そうか。これまでこの絵にジェイルがあるなんて思わなかったしな。でもジェイルに入るにはキーワードがわからないと。まさしくそれが急いで京都まで来てもらった理由だ。実は今日マディスの本社でこの絵と会う手はずになっている。え、どうやったの？警察が被害の確認をしたいってことでアポを取り付けたんだ。お宅のエマをハッキングするという匿名予告があった。大丈夫ですかってな。お、私の出番か。いや、本当にやる必要はねえ。この絵に合う理由になりゃ何でもいいんだ。で、いつでもご相談ください。絵まで友達になりましょうと持ちかける。奴にとっても公安を手駒にできるメリットがある。食いつく可能性は高い。そこでキーワードが聞ければ次はお前らの出番だ。これを伝えてから出発したかったんでな。急かして悪かった。本社ってことは大阪に行くんだろ。だったら俺らも一緒に行くぜ。そうだな。キーワードが分かり次第ジェイルに入った方が隙がない。いや、聞き出せるかどうかは賭けになる。無駄足になる可能性も高い。それに新島は本調子じゃないんだろう。お前らもまだ顔色悪いしな。ええ、まあ。もしお前らがやられたら、それこそ俺には打つ手がなくなる。お前らには万全の状態でいてもらわなきゃな。分かった。じゃあ我が輩たちは全吉の連絡を待てばいいんだな。なんだよ、また待ちかよ。お、そんなこと言っていいのか。せっかくいいものを用意してやったのに。いいもの？おっさんの言ってた旅館ってここだよな。マジ？ここ泊まっていいの？すげえ高級そう。京都でも指折りの温泉旅館だな。一泊一人4万円だそうだ。4万円？長旅のねぎらいだと言っていたが、さすがにこれは。捜査費用から出すって言ってたけど本当に？うん、いつ温泉タイム。こりゃ全吉に感謝だな。よし、お前らとにかく突っ込むぜ。おお、うわ、部屋も超綺麗じゃん。やべえ、逆に落ち着かねえ。食べ物以外でも泣くんだな、お稲荷。ここならまこちゃんもゆっくりできるね。そうね、温泉もいろいろ効能があるみたいだし。早速突撃！温泉温泉！今度こそ私も入りたいな。あ、沖縄の時みたいに水中を案内してくれ。なぜだ？問題あるのか？いろいろ危険。行くなら私が連れてってやる。でも温泉にスマホ持って入っていいの？受付の注意書きにあったな。携帯の持ち込みは遠慮願うと。なんてこった。仕方ないな、今回はおとなしく留守番してる。後で部屋のお風呂に入れてあげるね、ソフィア。やった、ありがとう。ハル、猫がなは一緒に行ったらどうだ。ここはペット用のシャワーがあるらしい。ペット扱いすんな。まあ行くけどな。温泉でゆっくりしたら美味しいご飯が待ってるね。ネットで見る限り夕食はカニ、しゃぶしゃぶ、京野菜、そしておじやと豪華すぎる。涙の次はよだれか。